青先輩にペアダンスに出ること言わなきゃな。体育館着いたよっと。送信。ああ何喧嘩？ふざけんなよてめえ。おい何してんだよ。おあ誰だおめえ。そっちこそ。ちょいちょい慎吾くんや。何マジになってんだよ。喧嘩とかじゃねえぞ。えそっちの竹尾先輩がちょっかいかけてくるだけで。おめえらが玉入れなんて選んでるからだろうが。ペアダンスにしろって言っただろ。だってこれ以上モテても困るし。ペアダンスってすっげえ注目されるじゃないっすか。竹尾先輩ってことは3年生か。だからいいんじゃねえか。キャーキャー言われて誰が人気なのか分かりやすいだろ。そんでこの俺が校内一人気だって分からせてやりたかったのによ。なんかあの人3年のイケメン代表らしくて、2年の俺らまで敵視しててさ。青のことは特に。クラスで足早いやつが選ばれる色別対抗リレーってのがあんだけど、そのトップランナー勝負で去年青に負けたから。それをお前今年はアンカーだと。せっかく選抜されたんなら俺ともっかい勝負しろよ。順番なんて勝手に決められてんだろうが。文句なら先生に。そもそも名前がちょっと似てんのは親からの授かりもんだからしゃあねえとして、髪型も被ってんのが気に食わねえ。おいこらえろよ青。実は俺の真似してんじゃねえのか。してるわけねえだろ。ああ先輩に向かって敬語も使えねえのか。敬えねえんだよてめえなんか。先輩喧嘩はダメっすよ。竹尾。お本当にお前は。タケちゃん帰ろうよ。でもまだ話が。モックの新作食べに行くんでしょ、うん、早くしないと混んじゃうから。迷惑かけたな。ああいいえお構いなく。